西田昌司がズバッと答える一問一答のコーナーです。今日はですね、シュクラメンさん、男性10代福岡県の方ですが、ジャーナリストの桜井よし子先生はフジテレビの番組日曜報道に出演し、安倍元総理は憲法をはじめこの国の大きな枠組みを変えようとしたと。でそれはですね、ちょっと長いから省略しますが、日本人は本当に、勇気のある大きい文明文化を築いてきました。そのような日本を取り戻すということがセレンゴレジームからの、脱却の真意だと私は思いますと述べておられました。先生はどのように思いますかということなんですけれども、まあ、桜井先生がおっしゃるようにですね、GHQ に、このさまざまな、法律体制を変えられてしまった。それを、もう少し取り戻さなきゃならない。それはその通りなんですが、そもそもですね、我々がここで確認しておかなきゃならないのはですね、この事実をですね、日本人が知らないんですよ。例えば、いわゆる、日本国憲法が占領中にですね作られたということは一応、まともな大人だったら大概の人は知ってるんですけれども、しかしなんでそういうふうに変えたのかと。そしてアメリカ人の、GHQ がですねやってきた目的は一体何だったのかということを考えていくとですね、そもそもあの戦争は一体何だったのかというところに、帰着するんですね。つまり、戦争の始め、これがいわゆる、この真珠湾攻撃、奇襲攻撃から始まってるんですけれども、そういうことも含めたですね歴史的なところが、日本人は全く教えられてきていないわけなんですよね。ですから、戦後レジームからの脱却といってもですね、まあ、戦後レジームというと、この前私の YouTube を見ていた方が、横文字はやめなさいと言われてました。まあ、戦後体制と言いましょう。戦後体制、占領体制というのはですね、まさにアメリカが占領政策を遂行するために作った体制で、アメリカの占領政策は何だったかというと、一丁目一番地は日本を二度とアメリカに対して意味を吹くようなことはしない、させないと。ですから日本の非武装化、これが一番大きな目的ですよね。でそれを証文として書かせたのが、いわゆる日本国憲法ですよね。憲法の前文で平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼をして自らの安全と生存を保持しようと決意をして、9条で、陸海空はこれを保持しないと、で国の公正権はこれを認めないと、まあ、こういう話になっているわけですよね。まさに日本の非武装化を誓わしているわけですよね。でところがこの戦後レジームからの脱却、戦後体制の脱却で一番問題は、そう言っているシリからですね、今度は実際に自衛隊を作ってるんですよね。でしかし作ったのは昭和25年、昭和25年というのは朝鮮戦争が6月に勃発したわけですけれども、その後を受けてですね、日本はもう一度再武装をしろと、今度はマッカーサーにまた命令されるわけですよね。そしてマッカーサーの軍隊は朝鮮戦争、このために GHQ の軍隊はですね、38度線を越えて朝鮮半島に戦争しに行くわけですよね。それでその時に日本が丸脇になりますから、その代わりに日本の治安を守るためにこのいわゆる軍隊を持てということになるんですが、憲法には持たないと書いてますからね。しかし憲法で書いてあることよりもマッカーサーの指令の方が上ですからね、当然変えなきゃならないと。でそこで詭弁を弄して、これは軍隊ではなくてですね、この警察の大きいものだと、警察予備隊ということで作られていく、まあ、ここに全くの矛盾があるわけです。ですから憲法と自衛隊の矛盾は GHQ の占領政策の矛盾にあるわけです。前期と後期で大きくその本質が変わってしまっているわけですね。日本を非武装化させようと思っていたのが再武装しろと、このように変わってしまって、日本を非武装化させた時はですね、共産主義を GHQ は容認し、共産主義を広く広めていく、労働運動もどんどんやりなさいと奨励すると、まさに日本を共産化させ、非武装勢力、非武装化させたのが占領前半ですよ。そしてもっと言えばそこにプラス貧困化政策が入ってるわけですよね。でところがその後の
朝鮮戦争以後はですね、今度は完全に、再武装をしろと、それから日本を反共、共産主義は認めない、まあ、そういう形で政策を変更させるわけですよね。ですからここに大きな開きがある。でこれが現在のいわゆる、朝日毎日の言われるような左翼的メディアですよね、はっきり言いまして、まあ、ここと産経読売との違いになるんですけれども、どちらも実は GHQ の政策だったというのが一番ポイントなんですね。ですから日本は、この戦後レジーム、戦後体制からの脱却ということを言ってもですね、朝日側についていようが産経読売側についていようが、どちらも戦後体制なんですよ実は。じゃあ戦後体制じゃない日本の本来の姿は何だったのかと、ということを考えると、それ以前に戻らなきゃならない。じゃあそれ以前に日本人が大切にしていたものは何なのかと、というとですね、結局はこれはもう、教育直後という、まあ、日本人の価値の源泉ですよね。これは憲法が作られた時、同じ時にですね、天皇陛下のお言葉という形で、直後という形でですね、国民に知らしめられたわけですけれども、日本人の伝統的なものの考え方、価値観、これを大切にしていこうということをずっとですね、日本は戦前までやってきたわけですよ。ところがそれを完全に放棄させられてできたのが戦後体制。朝日側に立とうが読売産経側に立とうがですね、両方ともこの一番大切なところは否定してしまってるわけですね。というよりも、正面から、それを是認するような話にはなかなかなり得ていない。それはなぜかというとですね、それ GHQ が認めてないからですよ。だからここにですね、二重三重のトリックがあるわけですね。ですから、桜井よし子さんが、日本を取り戻すと、戦後レジームからの脱却の意味を書いておられるわけですけれども、これを問うときにはですね、今私が言いましたように、戦後体制というのは二重三重にですね、間違っているということをしっかり知らないとですね、朝日新聞、毎日新聞の言っていることを否定して読売産経を肯定したとしてもですね、それは戦後レジームそのものだということをですね、我々、知っておかなきゃならないと私は思っています。ということで今週の一問一答でありました。今週は、シュプラメンさんの他にですね、塾講師 A さんが2通、塾講師 A さんは京都に行かれたそうで本当にご苦労様でした。熊五郎さん、磨き猫さん、ネギ坊主さん、キムチ鍋さんが4通、末光和彦さん、下地俊文さん、名教しすじさん、マッシュのマッシュボットさん、みーちゃんさん、まるさん、シュクラメンさん、ハマブさん、お父さん、以上18通いただきました。ありがとうございました。